35歳結婚6年目、歯科衛生士として働いていましたが、昨年末不妊治療期に退職。今年から人工授精5回、タイガー中生一度チャレンジしましたが、授からず、すべて自己負担なので、そろそろ経済的に難しいです。なんか、1回2、30万かかるらしいんで、そうすると、150万とかかっちゃってるんですかね、えー。子供は諦めて以前から興味があった看護師を目指して、来年4月から看護実践教育訓練給付金を利用して、専門学校3年通うと思ってるんですかどう思いますか。資格2つあっても見ないですよね。 までもあの、えっと、今、給食手当とかをもらっているのかなもしもらってないんだったら、給食手当とかをもらっとくと、その給食手当の最中って食欲連行行くと、またお金もらえたりするので、なので、あの、とりあえず、あの、ただ学校に通うっていうので、もう別に学校に通ったから、あの、その、まあ,あ、就職者数になる場合もあるんですけど、 あの、未経験で全然違う資格を取っちゃった場合って、単に年取っただけで未経験で資格のある人ってなっちゃうので、なので、あの、まあ、専門学校3年間だとそれなりの金額だと思うので、なんか、あの、そこら辺は、あの、な、なんか新しい資格を取ったらきっとこれでいけるだろうとか思わずになんか元の仕事に戻るとかの方が安全なんじゃないかなと思いますけども。